目がやっと覚めました。今までミラノに初めて来てすごい美しい街見て、でも仕事っていう気分が今すごく目覚めたっていうか、オーディションでもすごく感じましたけど結構気取ってたので、まあなんて言えばいいんだろうな、ヨーロッパ初めてですごく緊張して、なんかもう世界が全然違うし人がもうみんな違うし言葉も通じない中ですごいみんな、例えばアイさんとかタオさんとか今まで海外ですごい活動してた人たちがこんなに頑張ったんだなってすごく感じました。多分ユニークな顔って言われることが多いのでそこを生かしていきたいなと思ってます。あとはもうちょっとシェイプアップしたいと思ってます。基本的にアメリカ育ちで英語も喋れるから、まあ、海外で仕事したいなっていう心、そういう気持ちがずっとあったんで、なんか新しい時代を作れれるような、もちろん尊敬もされ美しいと思われるモデルさんになったらいいなって思ってます。世界で通用するモデルになります。